皆さん、はじめまして。岡山県の岡山ニューライフ協会、佐藤文和です。今回はギター弾く蔵についてのプレイズニュースをお伝えします。ギター弾く蔵は岡山のライブハウスを中心に活動をしています。オリジナルのゴスペルを歌い、歌詞について説明するときに伝道メッセージを届けています。ライブハウスに来られる方々の中には、学校の先生や自営業されている方々や、年齢層も様々で多種多様の方々がいらっしゃいます。しかし、音楽を通じてつながり合えることは、クリスチャンである私たちが地域の方々とつながるための大切なツールでもあると思っています。ライブ終了後には、足を運んでくださった方が挨拶をしてくださったところから人生相談を依頼されたり、悩みをお聞きしたりする時もあります。牧師として、またキリストの弟子として、人生のアドバイスをさせていただくとともに、キリストの愛を伝えさせていただいています。一人でも多くの人にキリストの愛、またキリストに出会った私の感動を伝えたいと思っています。話をする方の中には、キリスト教の牧師に会うのは初めてだとか、牧師さんと話をする貴重な体験ができたなどと感動される方々の様々な反応を見ると、不思議な気持ちになります。そのようなつながりからクリスチャンになった方々もいます。深みに漕ぎ出して網を下ろすとき、様々な出会いの中で信じる人々や福音が届けられていく出来事が起こっています。岡山という地域はスポーツも音楽も盛んな地域です。多くの方々が関心を持って趣味や楽しみとしています。それらを用いた伝道へとさらにつながっていけるように、ギター弾く蔵はこれからも活動を続けていきます。ライブハウス以外にも、 YouTube のチャンネルのギター弾く蔵や、スマホアプリのクラブハウスなどでオンラインライブを毎週開催したりしています。ぜひぜひお耳にかかれたら幸いです。以上、岡山県から佐藤がレポートいたしました。